皆さんこんにちは、その後いかがお過ごしでしょうか。今日はこちらですね、バンクーバーは5月の6日の水曜日になります。日本ではですねゴールデンウィークがね終わった方もいらっしゃると思いますけども、なかなか自宅待機でねちょっとこう味気ないゴールデンウィークだったかもしれませんけども、まあ、世界中がですね活動がね、不活発になってますから、ちょっとね今年のこの時期はね、あまり活気がないわけですけども、まあ、こちらバンクーバーではですね今週の真ん中ぐらいからですね早ければ少しずつですね通常に戻していこうというね、ニュースの報道がありましたけどね、まあ、なかなか一度に以前のように戻すことはできないでしょうけれども、感染者数ですかね、昨日一昨日は8人だったということでね、なかなか、減少しているので、ね、少しずつ戻していこうということで注意したからですね、そういったね、流れになっています。ではこれからですね引き続きですね新谷ひろみさんの認知症が嫌なら腸を鍛えなさいというね、本の第4章の続きをねお話したいと思いますけども、今日はですねときめきですね、ときめきであったりそれから運動ですね、エクササイズ、それからお笑いですね、この3つに関して、お話をねしたいと思いますね。まずはときめきですね。誰かに対するときめきというのはね恋愛になると思いますけどね、まあ、これはアイドルなんかでもいいと思いますけどね、一方通行でね、それから何かに対してのときめきですね、これはもうそう人でなくてもね何でもいいと思いますけどね、まあ、とにかくときめくという感情がですねセロトニンであったりドーパミンっていうね脳内神経伝達物質をこうね分泌するわけですね、ときめいている時にですね、そうすると幸福感がね高まりまして、で幸福感が高まるとどうなるかというとですね免疫機能がね上がるわけですね。以前何度かねお話しいたしましたけども、それから副交感神経というのがね優位になるんですね。そうするとどうなるかというとですね体内の活性酸素ですね、これね、あまりたくさんね、生じると細胞破壊してねストレスになるわけですね。こういったストレスを抑えるわけですね、副交感神経になるとですねストレスレベルを、下げて、それから活性酸素の割合をこうね下げるという働きがあるわけですね。そうするとどうなるかというとですね腸内環境ですね、腸内環境が改善されるわけですね。で何度もねお話しました、そうすると今度またね副交感神経がね、また優位になるわけですね。それに伴ってまたセロトニンドーパミンというね、この物質がさらに分泌されまして、この幸福感をまた高めるわけですね。で、こういったね幸福感が高まるとまたね体に良いですね影響を及ぼして、健康になっていくということなんですね。恋愛の時なんかね特にそうだと思いますが、瞳にさらされるとですね脳が活性化するということで、まあ、女性を主に対象としたね研究でですね内向的で、まあ、ストレスを、ためがちな方よりも、まあ、外交的でね、このね割と社交的で、そういった交流があるね方の方が、認知症になるリスクも非常に下がるというふうに、ね、言われていますね。まあやはりこのね人にどう思われるかどうね見られるかということを意識することによって脳がこう活性化されるわけですね。ですので、まあ、今このね自宅待機の引きこもりの間にねあまりそういったことを考えなくなると思いますけども、なるべくですねちょっとそういったところを意識されるとねいいのかもしれませんね。まあ、今このね新型コロナの影響で、まあ、自宅待機ということでね、あまりそういったね人目を意識することもね、まあ、外に出なければないと思うんですけどもね、まあそういった状況ではあるんですけども、まあ、この状況が改善された後でもねなるべくそうですねこの脳を活性化するために何かにこうときめいたりするっていうのはね非常に健康のためにもね
重要だってことがね、この新谷ひろみさんもねおっしゃってますけども、では、健康に対するね運動のお話をしたいと思うんですけどね、まあ、運動のメリットというのは本当ね挙げればキリがないんですけども、まず代表的なものというのは、まあ、全身を動かすことによって全身にですね栄養分の補給をするわけですね。それから、各細胞に溜まった老廃物であったり毒素を排出するわけですね。それから酸素をね、全身に供給するわけですけどもね、そうすることによって新陳代謝が活発になりまして、血液とねリンパの流れがこう良くなるわけですね。そうすることによってですね、この活性酸素がね取り除かれまして、ストレスレベルをこう下げていくわけですね。まあ、これがまあ基本的なね、運動のねメリットになるわけですけども、体内におけるね、それからこの運動をね適度な運動をすることによって、やはりこう酵素を使いますから、そうするとですね質の高いね良質の睡眠がとれるわけですね。やはり体もある程度疲れていないとですね、睡眠がね深くとれないということで、このね良質の睡眠をとるためにもこの適度な運動というのは非常に有効なわけですね。つまり運動することによってですね、全身に栄養酸素が供給されて、で不必要になった老廃物毒素を排出してですね、で、まあ、代謝ですね、細胞が若返りをしてですね、で、その若返った細胞がですねストレスを抑えて活性酸素を取り除くということなんですね。ですからこの運動というのはですね、まあ、若返りですね、細胞を強化するわけですけどもね。では次にですね、笑うことによってのね健康に対するメリットの話をねしたいと思いますけども、遺伝子工学の世界的権威のね筑波大学の研究なんですね、まあ、吉本興業の協力を得てですね行った実験結果なんですけどもね、まあ、人間というのは普段ですね持っている遺伝子情報の 5% から 10% ほどしか使っていないようなんですね。で笑うことによって、眠っている64の遺伝子のスイッチがオンになるそうなんですね。でそのスイッチがオンになるとどうなるかというとですね、代謝が活発になりまして、ホルモンであったり体内酵素の分泌が高まるわけですね。そうすることによって免疫機能が高まって、病気をね防ぐといいますかね、感染症なんかもこう防ぐわけですね。笑うというのは非常に体にとってですね、健康にとって大きなメリットがあるわけですね。赤ん坊であったり小さな子供がですね非常によく笑ってね、すくすくとこう育っていくわけですね。まあ、無邪気にね子供たちはこうねよく笑うわけですね。大人になるとなかなかですねそのあたりがこう無邪気ではなくなってですね、そもそも持っている遺伝子情報を眠らせているのかもしれませんね。ですから自由になってですね、発想をね転換して、まあ、いろんなことにとらわれずにポジティブに笑うということは、この持っている遺伝子情報を引き出してですね、体の機能を高めていくということなんでしょうね、おそらくですね。ですからこの笑う門には福来たるじゃないですけどね、笑う門にはまあ健康が待っているではないんですが、非常に笑うということは健康にとって、心身の健康にとって重要だということがね、書かれています。では今回ですね、ときめきですね、恋愛であったり何かにね、ときめいたり、それから運動、それからお笑いですね、この3つに共通するのは動きだと思うんですね。心であったり体であったりですね、これが動くことによってですね、流れが活発になってですね、人間がそもそも持っている能力が引き出されるということですね。ですから、まあ、自宅待機で心身ともにですね停滞してしまってるかもしれませんけども、なんとかね笑ったり好きなねことに夢中になったり、できる限り運動することによって心と、まあ、体の体内のね
流れを活発にしてですね、人間の持っている機能を高めるということが、健康ですね。認知症、病気であったり認知症であったり感染症予防になるということがね、言えるんだと思います。誰かにこうときめいてですね、恋愛をするとですね、その恋愛対象の人からですね、よく思われたい、よく見られたいという気持ちがこう出てくるんですね。その気持ちがまたね、運動につながるかもしれませんね。で、運動することによって、体のね、健康がこう改善されるわけですけどね。で、このね、健康状態であったり、それから心の状態もね、改善されて、またこの幸せな状況で笑いがね、どんどんと増えていけばですね、さらに心身ともにこう健康になっていくわけですね。ですから、この人を好きになるということは非常に健康面にとってですね、大きなね、役割、それから運動にね、つながっていくというですね、笑いにつながっていくというね、大きなトリガーですね、きっかけになるんじゃないかなと思いますね。ですので、何かに憧れたり誰かを好きになるということは本当に健康面でですね、大きなメリットがね、あるのではないかと考えられます。